奥さんは二階から階段降りるときに足を踏み外してそのまま落っこって行き、はい、鎖骨を折って二ヶ月入院に行った、ねはい、これは邪気だ、はい、本当に環境通りの人生になっていくからさだからお部屋の人はお部屋のような人生になっていくから、はい、本当に本気出してやっていかないと本当に変わらないからねダイ前回の話めっちゃ面白かったんですね<お>まあどういう話かっていうと、うん 床面積を広げようとして、粗大ゴミの回収業者を頼んだら、うん、その2日前に骨折。お<ー>骨折して動けなくなっちゃって、うんはい、その人、あの骨折記念にカメラ買ったんですって。うん ありました、ね、はいはい、はいうん、あっ思い出していただきました、はい、でそれがカメラが趣味になって、うん、自分の新しい世界に連れてかれちゃった人の話なんですけど、うん、だいぶ他にこういった事例ってあったりするんですかいやあったりするねあったりするんですねやっぱりあやっぱこういう事例ってさ本当にたくさんあるんだよね、はい、あそうなんですねうんあのー、何年前かなもう5年ぐらい前かなはい、あのー、家の写真を見せてもらってねはははいはい、はいもうまさにザ・お部屋 ザ・オベアザ・オアもうほんと相当すごいもう、はい、うわすごいみたいなビニール袋レベルですあのねそこはそのコンビニのビニール袋が5万袋とかそういうんじゃなくて、はい、えっとゴミ袋じゃなくて、はい、なんていうのかなもうその私生活のものがゴミがいっぱいとかじゃなくてもの、はい、が多いんだあそうん、ね、ゴミ袋が多いんじゃなくて普通にものが多い はははいはいはい、はい、びっくりしたよねあのダイソンの掃除機の横に米とか置いてあったりしてダイソンの掃除機の横に米です、ね米うん、邪気のうだってね掃除機なんてそゴミがたまってるわけじゃんははいはい、はい、そのゴミの横に米を置いてるみたいなははいいはい,はい,はい、はい、そすごいカルチャーショックでそうですねあこれはすごいなと、はい、もうここのレベルまでいくと、はい、自分でやるとか無理なんだよねあー自分でそのもう自分でできる範疇にない 写真見て「あこれは自分でも無理だなと」とはいはいはいで「奥さんどうなりたいんですか?あ」あこれ奥さんが自分の家の写真を大学に持ってきたそう自分の写真を撮って見せてくれた <laughs> でちょっともう家の中すごいことになってまして <laughs>、うんうん、ちょっと自分でこれちょっと難しいんですけどもみたいな感じで見せてもらった時に「はい、あこれはすごいねと」とはい もうこれはもうお部屋の範疇超えてるねとあ超えちゃったもう尋常じゃないねと尋常じゃないほらもうもうこれもう世紀末が来るよ世紀末が来るぐらいすごいからえどういうことですよだから世紀末来るんですか世紀末来るんだよ怖いっすねそれヤっクん言ってたもんヤんうんだからもうこれはもう業者に頼むしかないですよああいつ来いな業者に頼むしかないですよ奥さんっていうああそうですねいつもの口調で奥さんそう奥さん こもね、業者呼ばましょう、奥さんって言って分かりましたって言って本当に奥さん、業者呼んだ呼んでゴミ回収業者が来てくれたで、見積もり取った見積もり取ったらなんと40万すごい高い高いねだからそれだけのゴミが家の中に氾濫してるわけだあらそれはそうなんですねそう ね、40万って言われたんですけどどうしたらいいですかって言うから、はい、いやもうそれは奥さんやるしかないでしょうとお金払ってでも綺麗にしなきゃ今やんなきゃ一生奥さんやんないよって言って今やりましょうって言って分、はい、かりましたって言って、はい、業者の人が来る前日に。はい

あこのケースは邪気が原因なん、ね、これは邪気だな、もうやっぱりそれだけ、やっぱりね、ゴミ、はい、回収業者が来て40万っていうのは相当なレベルだよ、そうですねもうこれ、本当、10人ぐらい連れてこないと、日で終わんないレベルそうですねうん、だからそこまでやる、そこまでの本当、ちみ、毛量が、もうあれだけいると思、もう、見た写真見ただけでも、はい、わこれ、いるなと。 あ、いるって感じました相当すごいのがいるなとあ相当すごいのがいる、ね、もうこれも呪術回戦よりもいるなと呪術回戦よりもいるんですねすごいいるだよ呪術回戦も注目されてたんですね<笑><笑>だから。 板取裕二,二もびっくりするぐらいのいあ,そう,あそうなんですねすごいもう罪毛量がいるだとはいはいだからこれはもう業者だなと思ったけどもやっぱ業者が入る前にやっぱそうなっていったっていうのは、はい、結局入,入れなかったからねあそうなんですね、うん、だからこれは完全にもうふざけんなとはい業者呼ぶとか許せねえみたいな感じでまあ足を踏み外させられたよねえだ大その方はリベンジとかしたんですねそのままリベンジなくなっちゃったね 多分今でもあものあの、ね、ビビっちゃったんですねそうビビっちゃったねはあ<ー>もうそうなんですねそうだからもうそういう意味ではさ私は邪気と暮らしますってそうそうう,ん、もうんと邪気と暮らしていくしかないってもう受け入れたんだろうな受け入れたんですねうんだから人生変えることよりも、はい、やっぱり邪気と共存共栄を選んだんだなああそういう人生の選択肢もあるんですね、うん、そういう人生の選択肢もあるな でもその選択肢の向こう側には開運,、うん、運っていうものは見えないんですよね、うん、1ミクロンもないな 1>, 1ミクロンもないんですね <laughs> なな残念ながらねそれは世紀末が来ましたね来たねもうヤックンも驚くぐらいの世紀末も来たしヤク、はい、うん <laughs> だから、はい、もう本当にだからそういうのは恐ろしいなそうですねだからお部屋であればあるほど、はい、やっぱりボスはいるよねえ その邪気の中にも、なんだろう、ヒエラルキーというか、海藻があるんですあるあるある。邪気の中にも、その底辺の邪気と、その上に乗ってる邪気と、さらに上にいる邪気みたいな、ランク分けあるんですよ。家の中には絶対邪気のリーダー、絶対いる。邪気リーダーいるんですよ。絶対いる。顔の主みたいな感じです。ジャバザハットみたいな。ジャバザハットみたいなやついるんですよ。絶対いる。めっちゃ怖いじゃないですか、見た目。うん。あ、そうなんですね。そう。じゃあ、そう。 だからそういうのが下っ端がさ、はいあのー「ボス大変です」と「はい、やつが業者を呼びました」と「はい、やつはもう業者呼んで40万払うつもりでございます」みたいなボスが襲うか「おそうかそうかおい待つやっちまえ待つ、うん、ヤクザみたいですね <laughs> ジャザ・ハットみたいですねトミーと松がいるからトミーと松がいるんですねトミあやっちまえみたいなやっちまえでそれで足を踏み外させて落っこちるわけだからねああそう階段で足をかけるなんて邪悪ですよやってたらもう本当にね蒲田行進曲みたいになっちゃったんだよね蒲田行進曲階段持ちで有名なだからそういう意味では本当にそういう 家であればあるほど、はい、やっぱりそういう災いってあるよね。ああ、そうなんですね。うん、その不,意不用意の怪我だとかの原因として、うん、邪気の仕業っていうのが数えられる、考えられるんですね。それはちょっと考えられるね。ああ、そうなんですね。うん、いや、じゃあもう本当に、 もうう一大決意ですよねそうだね本当にねそだにはい、うん、あのジャキとの戦いをするにあたっては、うん、しかも40万円クラスの見積もりが出たっていうパターンはこれはもうヘビーだよもうスーパーヘビーだよスーパーヘビーうんああうもうかなりしんどいよねかなりしんどいんだからああいう家で過ごしていたら本当に体調悪いと思うんだよねああそ,その奥さんもだいぶ体調悪そうですよね体調うん元気な時ないんじゃないだってああ だってそういうところにいながら元気でいられるって無理難しいよねあ難しいんですね、うん、だって本当にすご,すごいと思うよああいうとこにいたらしんどいと思う、はい、あしんどいもう相当しんどいねああそうなんですね、うん、だからそういった意味でやっぱり僕は本当にその環境を整えていくってことをいつも言ってるけども、はい、本当に環境通りの人生になっていくからさだからお部屋の人はお部屋のような人生になっていくから、はい、本当に本気出してやっていかないと本当に変わらないからねうん、うん そうですね。うん、だからねえ、ね、本当おべえの人多いから。はい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 。うん、だから本気出していかないと変わらないから人生をね、もったいないよね。なんかなかなか、自分がおべえだって気づいてない人も多いと思うんですよ。うん、あ、そうだね。あの、例えば、う,ん、うーんと。 家の床に、うん、その髪の毛のドライヤーが置いてあったりだとか、うん、ヘアアイロンが置いてあったりだとかベッドの上にぬいぐるみが散乱してたりだとか,、うん、だかそういうケースでまあ、こんなんいるでしょうと思ってるかもしれないですけど、うん、まあまあお部屋ですもんね。いい、うん、いやーもうお部屋多多よ本本当に、はい、本当ににから やっぱどっかでスイッチ入れてさ、はい、やっていかないと人生変わらないから今この瞬間にねやっぱりお部屋の人を、ね、自分で自覚していてこのままでいいんだって思ってる人も結構いるからこのままでいいんだと思ってる人はもう別に、ね、やる必要もないけどなんとか人生変えたいと思っている人はやれば何か変わるから開運した人生を歩んでいきたいと思ったらそこの選択肢は選ばないといけないですね、うん、やるっていう,、うん、ていうかもう本当に僕はいつも言うけどさ朝起きた時の体調だよ。<ー>もう一番朝起きた時の体調 一つのバルメータータだねなるほどだから朝起きた時にもう20分30分布団から出れませんっていうのはこれは絶対的に問題がある。あ でもこれが普通と思ってもう麻痺してる人ばっかりだから、はい、ああ、そうなんですね、うん、もう朝起きてすぐ布団から出れないっていうのはやっぱりもうな何か原因があるからねこれは,はいはいはい、うん、でその原因の中でそのオベアというか、うん、えと家にいる邪気が原因っていう方もすごく多いってことですねいやもう邪気とデンジャーこの二つ邪気デンジャー、うん、あそうなんですね、うん、あと食生活が間違っているはい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 、うん、あそうなんですね、うん、あじゃあもうその 原因ととなななるものこれは排除していいいいかけそうですよね、徹底的に排除して、健康にいきたいじゃないですか。いや、もう健康より大切なものはないんだから、だからそれが朝起きた時の体調だから、朝起きた時にすっきりくっきり目覚められないというのは、何かが間違ってるから、そうなってるんであってね、そうですね、健康の人も朝起きたときからも元気だから、ああ、そうですよね、でもそうなるよ、本当に、生活習慣変えていけば絶対そうなるから、必ずなる。 あの、家の環境も整えることによっても家の環境も整えていきそして電池屋のことも少し勉強した方がいいね、はい、あ,あそうなんですね、うん、あの、今自分の家がオベアだと、うん、もう世紀末が来てると来てるあ,あそうなんですね、うん、じゃあ今すぐもう21世紀じゃないですか、うん、だからもうジタバタするなよどういうことです <laughs> だよジタバタするなよってどういうことです <laughs> いや世紀末が来るからジタバタするなよ ああ、なるほど。うん。もう結構向こうですよ、世紀末。そうだね。はい、年明けたばっかり、うん、そうだね。うんあ。明けたばっかりでもね、もうだいぶ経ってますね。うん。ああ<ー>。だから本気出していこう。そうですね。うん、本気出していきましょう。うん。